どんな歌詞か似合う髪、似合う髪。
皆さん改めましてこんばんは、滝本里奈です。よろしくお願いします。はい、クラブマーキュリーさんね、私今日初めて来させていただいたんですけど、どんな場所なんかなとかね、すごく楽しみにしていたんですけど、ここから、後半戦ということで、皆さんまだ体力残ってますか？大丈夫ですか？ありがとうございます。はい、そう、普段ね結構いろんなライブハウスさんでライブさせていただいてるんですけど、まあ、割と自分が一番年下かなみたいなね、こう現場が多いんですけど、今日は私よりも若いアーティストさんがたくさんいらっしゃって、楽屋の中もすごくキラキラしてて素敵やなと思ってたんですけど、それこそ私がそのぐらいのね、18歳ぐらいの時に初めて路上ライブやってみようと思ってね、あのライブハウスも全然出たことなくて、もう私が歌う場所は道やなと思ってあのとりあえず機材を持ってね、こう梅田に出かけたわけですよ。まあ、今だから言うんですけど、ほんまにやりたくないなと思ったんですよでも、まあ、歌はやりたかったんで、なんか進むきっかけをつかまないとと思って、まあ、行ったんですけど、まあ、いろんな場所を見ててね、ヘップ前とかみんなやってるじゃないですか。で、一回見に行って無理無理と思って、こんな場所で急に歌いだしたら恥ずかしいって言ったらすごいあれなんですけど、まあチープな言葉で言ったら恥ずかしいなと思ってしまって、その時は、ちょっとビビりやったんですけど、でもやらないとと思って、梅田のめっちゃなんか長い信号みたいなのがあってね、それの外れためっちゃ端のなんか人通り少ないところでこじんまりとやりだしたんですよ。そしたら今日主催のテンテルさんっていう方出会ってね、ちょっとユーライブハウス出てみないって言われたんですよ。まあ、そんな言い方してないですけど怒られちゃう、はい、言われてやってよかったなと思って出ますって言って、まあ、それが4年か3年前ぐらいかな、そこで出会いまして、で今日また久しぶりにこう主催ライブに、出演させていただくことになりました。そんな縁が縁をつないで出会えた皆さんなので、きっと何か意味があって出会えたんじゃないかなと思っております。今日は滝本里奈の曲、そして滝本里奈自身のこともたくさん知っていただけたらすごく嬉しいです。どうか最後まで楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。はい、それからね、私も4年ぐらい経ったら、まあ、ちょっと大人になりまして、お酒を飲めるようになったし、やれることもちょっと増えたかなって思うんですけど、まあせっかくこう曲を作ったりアーティスト活動やらせてもらってるんで、今しか書けない曲を作れたらなって思いまして、20歳の頃から今22歳まで、毎年ねその年に合った曲を作るというのをやっておりまして、今日は21歳になった時に作ったもう20歳じゃないという曲を次は皆さんに聴いていただきたいなと思います。それでは、続いて聴いてください。もう20歳じゃない。ありがとうございます。
曲では家族に向けて作った歌、聴いてください。私の味方。ありがとうございます。せっかくなんで1曲目からちょっと紹介しようかなと思うんです。
ですけど、1曲目、私のセカンドアルバムからリセット、そしてシングル CD からハッシュタグベティガール、そして今2曲歌ったの両方セカンドアルバムに入ってるんですけど、もう二十歳じゃない、そして私の味方、4曲聴いていただきました。ありがとうございます。はい、最後歌う前にね、ちょっとだけお知らせしようかなと思うんですけど、皆さん受付でチラシもらいましたか？私のチラシ、あ、もらいました？なんか半分ぐらいもらってないみたいな感じの反応やったね。もらいましたか皆さん？あ、よかったよかった。この人には配らんとこうとかね、ないですからね。はい、2枚もらったと思うんですけど、1枚目はいっぱい QR コードが書いてあってね、私のSNS とか全部載ってます。一番おすすめは公式 LINE となっておりますので、私のねライブ情報とか、もしかしたら可愛い写真も届くかもしれないんでもしよかったらぜひね QR コード読み込んで登録してもらえたらなと思います。そしてもう一個は私の来月かな、年明けのワンマンライブの、チラシになっておりまして、1月22日お昼間ですね、梅田のソーププラクラシクスさんで、アコースティックワンマン、今日はオケでね全曲お届けしたんですけど、ピアノサポートの近藤美里さんという方をお呼びして、2人でちょっとアコースティックのしっとりとしたワンマンライブをお届けしたいなと思います。今日は本当歌いたかったんですけど、歌えなかった曲もたくさんありますので、もしよかったらぜひとも1月22日今日チケット持ってきております。会いに来ていただけたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。はい、その他にもたくさんライブやっておりまして、月に10本ぐらいはやってるんじゃないかなと思います。もしよかったら、またぜひ私の曲を聴きに来てもらえたらなと思っております。はい、最後はですね、さっきちょっと路上ライブの話が出たんでこの曲歌おうかなと思いまして、私がね大きいところでワンマンライブをやろうって決めて、でもチケットをどうやって売ったらいいか分かんなくて、売る場所は道しかないと思って路上ライブでチケット5枚売るまで帰れませんっていう企画をねやってたことがあって、その時にできた曲なんですけど、本当にまあもちろん辛いこともたくさんあったんですけど、その分皆さんがこう一人一人立ち止まってくださる皆さんがね、いて、そのおかげで私もここまで歌ってこれたんじゃないかなと思っております。そして皆さんと出会えたので、この出会いも大切にしたいなと思っております。そんな皆さんに向けて最後この曲をお届けしたいなと思います。それではラスト1曲聴いてください。一人じゃないよ。I'm not afraid to die.
物販の方させていただきたいなと思います。今日歌った曲全曲 CD としてリリースしておりますので、もしよかったらお家でも私の音楽を聴いてくださったらすごく嬉しいなと思います。そしてまたライブ会場で皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。それでは谷本里穂でした。ありがとうございました。またお会いしましょう。